コンペというのは、一人の力では絶対できない社会が作り出す、こう一つのフォーマットを使って何か時代を前に進めようとする大きな意味があると思っているので、チャレンジしたい、何か自分を変えてみたい、または世の中を変えてみたいっていう、そういう、その切り替える、その人の中でのスイッチが入った瞬間に、やっぱりコンペっていうものに対して参加したいという一歩目が始まるかなと思っていますかね。今回の「エンブレス」というタイトルっていうのは、一つのこの自分たちが暮らしていく中のデザインというものを通して、少しでも世の中に協力ができたり、ものを使うことによって、個人の心が豊かになったり、社会が豊かになったり、または地球が豊かであることをもう一度確かめられる、またはものを作る、その仕組みを含めて一つであるというようなことを包み込むような、そのデザインの、思考回路というか、デザインにはそういう力もあるんだっていうものを考えながら、またイメージしながら、この「エンブレス」というタイトルに向き合ってもらえると、これは非常に作品としては楽しみだなというテーマでお待ちしてます。受け入れる力を持ったものっていうのは、ある種の長い時間をかけて生きていけるものではないかと思うので、もう少し長い時間や長い時代を乗り越えられるデザインというものにも向き合ってほしいなという意味では、大きなテーマだと思ってます。世界中の優れたデザイナーや学生の方が、自分のアイデアをチャレンジをして、それが実際に製品として世の中の人に手に渡せる、非常にとても魅力的なコンペだと思うので、ぜひ、素晴らしいアイデアを期待しています。